美容してよかったっていうのがなんか心から思えて、諦めないで。質問たくさんありがとうございました。お昼ご飯は、お昼ご飯はですね、こんな感じですね。じゃん。もうパパッと食べられるものをなんかみんなで食べてます。コロナはですね、まあ、今すごい大変な時期なんですけど、今年入って4月にイオニアミストプロっていうを全部こうお店全部施工して、コーティングしてますね。で、壁が空気清浄機になるっていうものなんですけど、ウイルスがこう付着しても死滅してくれるっていうものです。あれが空気清浄機です。12月に入れました。これがすごいんです。これがとコロナを活性化させるキラダイヤイオニアカード、周りを守ってくれるカードです。手洗いとうがいと消毒、最低限のマスクか、皆さんで乗り切っていきましょうね、この大変な時期なんですが。ですっごい面白い質問が来たんですけど、マヤミキさんの妹さんですかって来てもう爆笑しました。爆笑、諦めないで。次はいつも明るく元気な秋田さん、へこんだ時の対処法は。多分みんなあーと思うと思うんですけど、ミスチルです。へこんだ時も嬉しい時もミスチルです。どんだけミスチルと一緒に人生を歩んできたか。最近アルバムを出して、また最近癒されてますね。もう見てください、この営業終わった後のこの疲れた顔あ、でも大体嬉しい時じゃなくてへこんだ時ですね。9割方へこんでる時、心が沈んでる時は DVD 見て、音楽聴いて、何にも考えないでポカーって、ああいい歌だーってしんみりして寝ると、次の日に元気。皆さんもそうじゃないですか。なんかこう好きな人のアーティストとかの好きなものをしてるとなんか忘れられるみたいな。うん、ミスチルでした。あと私多分美容師18年ぐらいやってて、もうほぼ人生の半分美容師やってるんですけど、美容師やっててすごい良かったなと思ったのが、で結婚して子供産んで復帰した時に、ああなんか美容師で良かったっていうのがなんか心から思えて、前はまあ、若い時は美容師さんっていいね、手に職持っててって言われてて、いやなんかそうですかみたいな、いやいいわよって言われて全然分かんなかったんですけど、子供産んで復帰できるところがあって、技術があれば働けるっていうのがあって、やっぱ母親になるとすごく大変だっていうのがなんか身に染みて分かって、世の中の女性はこんなに大変なことを、まあ、子育てしてたんだっていうのを気づいたら、もうお客さんにすごい優しくなれたっていうのが、本当にこう
全然変わりました。美容師が楽しくなったって考え方が変わりましたね。なので子育ても仕事も頑張れます。はい、少しでしたが質問に答えさせていただきました。ありがとうございました。で次は髪のアレンジのせようかな。あ、乗せちゃいますね。今日は紐、皮見えますか。これ皮です。紐で、紐アレンジ。神崎さんが登場しました。お疲れ様です。次乗せます。